水谷伊佐は愛知県名古屋市生まれの現代美術家。現代美術家の水谷伊鶴は三男。二河井と称する和紙と日本画の顔料を使った現代絵画で1960年頃から国内外の注目を浴びる。本人は日本画という言葉を嫌って使わなかった。自らの戦争体系をもとに人間存在の不条理、矛盾を暴き出すような気迫のある作品を生み出した。 1963年には角川書店が刊行した、世界美術前終戦後日本美術に掲載された。舞台美術も手掛け、舞踏の肘方辰美や王の和を、マロ赤字などの舞台美術を担当する。またコンセプチュアルアートの松沢育とも信仰が深く、行動芸術、限界変路などコンセプチュアルな仕事も行った。社会の底辺で迫害される側の人間に目を向け、 公害や差別など、社会的なテーマを扱った作品も多い。表現活動は海外にとどまらず、陶器を使ったインスタレーションや、諸作品も手掛けた。書では、NHK 大河ドラマ、琉球の風の大事を担当した。また、杉浦民兵の小説、小説、渡辺火山の挿絵も担当する。1974年には、神殺し、縄文を刊行した。 2005年6月5日、腹部大動脈瘤破裂のため、愛知県半田市の病院で死去。83歳没。ありがとうございます。